こんにちは。劇団スカッシュのゆえタイトルに書いてある通りですよ。病院の飯、病院飯、中止で、ね、入院してたんだけど、途中でご飯食べれるようになってきて、今日は何だろう、今日は何だろうと思ってたら、途中でね、いきなり1回だけパンの日があったの。おいおい、斜めから攻めてくるな。ただ、パンがね、2枚入ってて、厚切りで、焼いてねえし、ピーナッツバターも俺、甘いの嫌いでさ、スキッピーっていう、もう俺もあれしか食わないっていう、そういうちょっとめんどくさい人種だったんだけど、なんか甘そうなのがあってさ、食べなきゃいけないから、ホットサンド機もないし、なんかちょっとテンション上がんないなと思いながら、そのね、焼いてもいないパンに、そのピーナッツバターをさ、塗って食べたのよ。いきなり喋り始めたけど、今日だから、その中世シリーズの番外編でね、そのピーナッツバターのパン、バナナ挟んで食べるのがめちゃくちゃうまかったから、どうしても食べたくて食べたかて、作ってる会社ピーナッツバターの会社で直接注文することができて、そこでしか買えない。こんなちっちゃいやつなんだけど、40個で500円。これならでいいんじゃないのと思ったら、1000円ぐらい注文しないと買えません。で、もう一個500円のちょっと似たような商品があったから、じゃあこれも面白いから一緒に食べてみようと入れたの、カートにね。そしたら会計のこのボタンを押したら、送料で500円ってなんか、つまり俺、ピーナッツバターちっちゃいの40個買うのに1500円かかってるのよ。これ実際その、損した気持ちになるのか、みんなにもおすすめできるものなのか、そのぜひ見ていきたいなと。ちょっとこれ開けていきたいな。いいかよ俺、入院してたから弱ってた。体がさ、もう超元気なんだけど、多分、今だったら一発開けれたと思うんだけどな。なんか結構詰まってるわ、これ。はい、じゃあどういう中身なのか。はい、来ました。もう業者だからね、言ったらね。タカ食品工業株式会社様から、なんか俺の時はなかったんだけど、あった H 君の時、これ給食のパンについてくるピーナッツバターってのがあったらしくて、それはこれらしいんだよ。これ俺みたいにこれを懐かしいんですごい探してる人がいるらしくて、売ってねえのよ他で。ここまでたどり着けないと思う。みんなさ、これがなんていう名前かわかんないから、あの調べられないらしい。俺は写真があったじゃん、あのさっき見せた、そこを拡大してピンチアップして、そしたらタカベビーって書いてあったから、んタカベビーいろいろ調べてみたら、これでゲットしたんで、500円じゃ買えなかったんで、もう一個何買おうかなと思った時に、タカベビーのチョコレートネオソフトってのもあったから、こちらチョコレートとピーナッツ40個ずつですよ。いいじゃないですか。これ入院してる時にイレギュラーの中でカウンターできてるから、パンとピーナッツバターってのが、え、聞いてなかったんだけどみたいな。パン来た時のさ、グニャリ感見て、ほらテンション上がってこない、この感じ。いや、上がれよ上がれよ、お前もうすごい量だね。一回に使っていい量がさ、決められてんだよ。よくない？俺デブだからさ、ピーナッツバターとかスキッピーとかさ、最初パンに塗るじゃん。途中から気づいたらスプーンですくってこう口に入っちゃって、だみんなこれマジ売ってないから、ここの多分ここの会社じゃないと。このタカベビーさん、タカ食品さんのリンクちゃんとして貼っとくから、気になった人は。でも多分もう気になってきてるでしょ、ちょっと。もう無理だよ、みんな。ゆうや、お前、マジ興味ない動画今日始めやがったと思ったけど、もう無理だよ、絶対。ポチっちゃうと思う。結構さ、嬉しいのがさ、中水シリーズの動画さ、病院で働いてた人とか、僕も最近入院しましたとかっていうのでさ、その、真面目にコメントくれてる。だから、今回もぜひ欲しい。実際どう思ってるのか。だから、病院関係者の人は、え、それうまいっすかとか、逆にね、うまいっすよね、でもいいし、私もこれ食べましたとか、あれが忘れられませんとか、今思い出してみたあなた、確かにあれ食べたい。どこで売ってんのっていう謎のパインゼリーっていうのもあって、あ、食いたくなってきた。はい、並べてみました。できました。これが私がとにかく食べたかったタカベビーのピーナッツネオソフトでーす。皆さんもよかったら、じゃあね、早速ねこれ作っていこうと思うんだけど、40個もあるから、お見舞いに来てくれた人たちにはワンセットずつあげようかな。エチ君も来てくれたじゃん。はい、これありがとうね、お見舞い。これ病院で美味しくて、美味しいやつだから。こんだけ盛り上げたって逆に言うんだけど、病院で入院してる時に食ってるから、今またこれパンとバナナ買ってきたから、このパッサパサのパンにこれを塗る、でバナナ半分ぐらいに切ったものを挟んでこれただ食うっていうだけだから、美化されてる可能性がある。もし来たら食った瞬間に、まあ、ちょっと穏やかじゃない気持ちになっちゃうかもしれないけど、そこも含めてちゃんと俺が実践していきたいと思います。もうほんと誰にでもこのネオソフトさえ変えちゃえばできる料理っていうか、料理じゃねえけど、それに開けていきます。これがね、何グラムあるかっていうとね、15グラムしかねえのかよ、足りねえじゃんと思うんだけど、案外濃くてね、全然一袋でいけるんですよ。でバナナもこれが結構甘くてこってりしてるから、甘くないバナナがいいと思ってるの。何でもいいんだけど、正直何でもいいんだけど、俺の予想ではやっぱりそんなに高い食材を病院のご飯で出してないと俺は思ってるから、あの時のバナナはやっぱシャクシャク言ってたから、
それも含めてそのこのこれとのセットが良かったっていうのがあるんで、真ん中にドーンと乗せると今んとこマジひどいよ。じゃあもう早速この幻の病院飯食べてみたいと思います。いただきます。うまっ。いや俺の記憶間違ってないよ。うまいわ。うまい。やっぱりうまかった。これ超うまいんだけど、ちょっとチョコの方も食べたいから俺ね。ほらこういう風にやるとなんかうまそうでしょ。どういう風にうまいかっていうと、甘くて濃厚でちょっとしょっぱさもあんの。でそこにバナナでやると、まさにそのチョコバナナ的ななんかね、バナナが3倍うまくなる。そのごめん嘘ついた、 1.5倍。チョコの方はねこれかけていきたいと。チョコはどうなんだろう。チョコはさ、さっき茶色かったからまだいいけどさ、もう黒いじゃんね。黒くてこのムース状ってのは大丈夫なのかな。絵的な問題でボーンと、はい完成。いやこの時点では確かに見た目最低なんだけど、これ挟みますね。挟みまして、こう切った時の断面図はもうめっちゃ綺麗なんだから、そこで許してください。ほらできました。美味しそうね。開いちゃうとこうなるんだけどさ、開いちゃうとこうなる。いただきます。あれ、味がぶつかるわ。微妙。しょっぱさがなくて甘々だとちょっとなんかね、普通にその別にまずくないんだけど、普通のチョコバナナに負けるというか。ここで本当に終わってもいいんだけど、焼いとく。リハビリっていうことではさ、ホットサンドメーカーの使い方とか俺ちょっと忘れてるかもしれないから。はい皆さんお待ちかね、ホットサンドやっていきましょう。えいえい、おお。ちょっとさ、一回食べてみてくれ。ピーナッツバターを食べてね。ピーナッツクリーム、めっちゃうまいっす。めっちゃうまくない？ H 君が今ずっとカメラ回しながら俺のことバカにしてたんだけど、食べたらうまかったでしょ。そのしょっぱさがさあるでしょ。ありがとう、よかったー。はい、じゃあやっていきたいと思います。今さ、エチ君は一気に俺側の人間になったじゃん。あれがさ、パンがカリッとしててさ、中があったかったらもっとうまいんじゃない。これありえるよね。これで折ってホットサンドしていきたいと思います。はい、これでお待ち移動くださいませ。お待ちくださいませ。はい完成。おー、いい感じでござんすよ。熱い。そう、うまそう。普通にうまそう。熱いな、このちくしょう。熱い。あう、落ちた落ちた落ちた、ほらほら、うぇー、うまそう。これいただきます。あほらあほら、温めたことでさ、バナナが倍甘くなった。あ、ごめん嘘、1.5倍。ピーナッツバターがトロットロになって、うまい、うまいんだけど、ちょっと待って、なんでかわかんないんだけど、なんかそれぞれバラバラにうまくなっちゃった。パンと温めてピーナッツバターとバナナ。ダメだな、やっぱホットサンドダメだ。さっきのが一番うまかった。味変わっちゃったな、逆に。まあうまいけどね、普通に。はい、ごちそうさまでした。ということでね、タカフーズのピーナッツバター、みんなも絶対買ってみてくださいね。これこういう感じでくるんで、これでも本当にうまかったね。俺の記憶は正しかったようです。じゃあ次回は何かな。もうそろそろ病院系じゃないもんね。次回何系になってるか楽しみにしててください。バイバーイ。あ、そうだ、この帽子さ、前に買った帽子キャップ洗いのやつ洗ったんだけど、全然汚れ取れなくて、普通に歯ブラシでゴシ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 洗ったの。そしたら綺麗に汚れ取れたし、形も崩れなかった。だからキャップ汚れてる人は歯ブラシで洗剤つけて洗った方がいいと思う。キャップ洗いのやつ、俺と同じやつ買ったやつはすぐゴミ箱になるけど、ゴミだよな、プラスチックゴミです。